ルートビヒ7世は、14世紀の、ウェバイエルン・インゴルシュタットシュテファン3世とタデア・ビスコンティの子。皇位継承前の1408年、同族のリエージュ司教ヨハンとリエージュ市民が対立。ルートビヒ7世は、ヨハンの兄、シモバイエルン・シュトラウビング公、ビルヘルム2世、ブルゴーニュ公ジャンム・コア公と共に反乱を鎮圧した。また、妹イザベラが、 フランス王シャルル6世に嫁いだ関係で、フランスに滞在したこともある。1413年、父の死によって相続した。1425年、シモバイ・エルンシュ・トラウビング公ヨハン3世の死後の医療をめぐって、いとこのハインリヒ16世、エルンストと対立、1429年に分割相続することで合意した。しかし、1443年に、 ハイン・リヒ16世と同盟を結んだ息子のルート・ビヒ8世の裏切りにあい、東国の後敗位された。ルート・ビヒ7世は1447年に死ぬまで幽閉され、ルート・ビヒ8世も父に先立って死去。インゴル・シュタット系は断絶、医療は、ハイン・リヒ16世に奪われた。1402年に、ラ・マルシ・ュ・ハクジャン1世の娘アンヌと結婚した。ルート・ビヒ8世。 ヨハン1413年に、アランソン・ハク・ピエール2世の娘カトリーヌと、再婚、二人の子を設けたが溶接した。ありがとうございます。